ビルヘルムクレスビルヘルムクレスはオーストリアの発明家、サンクトペテルブルク出身、ウィーンで没。元はピアノ制作者だったという。1877年にはアルフォンス・ペノーの指導のもとに安定性に優れた模型飛行機を飛ばした。1900年、時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世から私的な資金援助を受けて18馬力の水蒸気を製作。 1901年10月、それを飛ばそうと試みたが離水に失敗し、機体は沈没した。1900年前後に固定翼機での有人動力飛行を試みた数多い実験者のうちの一人だが、彼の特筆すべき点は、飛行機の動力に来年期間を使用していたことである。このことはフルサイズ機としてはおそらく世界初であった。AB で、 ビルヘルム・クレス11時43分21ヤン 2009ABEN ビルヘルム・クレス1時40分19セプテンバー 2008AB シュトレイル航空発達物語客中グスターブ・ホワイトヘッドが同年8月に内燃期間を積んだ飛行機で離陸に成功していた可能性がある詳細はホワイトヘッドの項目を参照根本里氏 バイオニア飛行機物語クレスの水蒸気、ありがとうございます。